だいぶ秋も深まってきましたね。いや涼しい、もう半袖じゃなくてもねいいんだよ、長袖ぐらいがちょうどいい、つなぎ着てもちょうどいい気温になってきたんだけど、今日はねやることこいつ、なんか最近あんまり小さ映してない気がするけど、こいつをちょっとやります。今回はフェンダーの純正化、前後バンパー交換します。まあざっくり言うと、チェイサーのノーマル化、ロアームをさ、もう純正戻しちゃったからオーバーフェンダーじゃなくてもいいんだよね。いや僕で1万ぐらい、よいしょ、こんな感じよ、わかるかな、こんな感じのものを買いました。でいった、あーもう、もう一個のフェンダーはこんな感じ。ちょ、ここがなんか傷ついてんだ、ちょっとへこんでんのかな。これはいろいろあって倉庫に埋まってたやつね。こやつの色を落とす。ちょっとこっちも換気しとくか。プロじゃないんだからもう我流でやるよ俺は。はい、いいよ320で調子いい、頑張ってくぞ。オッケーかな。作業中だけどさ、さっきさ動画アップロードしたからさ、どんぐらい伸びたかなとか気になっちゃうんだよね。まあ2日間で50万再生ぐらい、100個いきますよ。でいい、途中まで今塗ってるけどやばいねこれは。ミスった、あの硬化剤とシンナーどっちか分かんなくなっちゃった、同じ入れ物入れてたから。ここまでできた、やばいね、ムラがありまくり。これへこんでる場所無理やりパテで埋め込んであるんですよね。あ、取れた取れた、あーくっそマジで何なんだお前は。お、取れる取れる、削る削る、いや俺ができんのここが限界かな。アーチが出ないよね、こっちとこっちと、パテる立てる、なんか屋根予感すんなマジで。うーわ、なんか固まってねこれ。まあ使ってみよう、もう物は試しです。なんかねもう細かいとこは気にしない若チコ精神で、実はこういうバンパーを持ってるわけですよ。こういうここもう一回綺麗にして街乗りバンパーでいきます。これもね倉庫に埋まってるやつでね、今使ってるのよりはめちゃくちゃ綺麗。いやーやらかした、なんかねパテが乾かなすぎてね、1時間以上ヒートガン当てても何一つ乾かなかった。結果多分ねこのパテがね古かったんだよ、多分古くてなんかダメになってるっぽいんだよね。パテがない、パテがないから買いに来たよ。ドゥ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 、パテ購入、まあ、絶対来たらこれマジで。おいい感じいい感じ、こんな感じです。はい、こんな感じで拭いて一応ちょっとは形になってきたね。とりあえずは拭けた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 。翌日クリア塗るだけだと思ったらこっから大事件が起こるんですよ。うん、ちょっとやっぱ垂れてるからそこの赤い部分を一回こうスリスリするか、言葉が出ない。あーくそだマジくそだ。よし妥協しよう、妥協という言葉が俺に合っているらしい。なんかこの辺からモチベ下がってね、もう雑になりました。あーくそ、なんでこれ落とすの何回も。クリアを乾かしてる間に外装を外します。で外れると、てかねよくマジ質問来るんだよ、ドリシャで一番安いドリシャなんですかみたいな。いやそもそもドリシャを安く買おうと思ってることが俺の中で間違いで、なんかみんな50万ぐらいでドリフト始めたいって言うけど今の時代無理だよねそれは。安くて100万、100万もきついんじゃない、150万ぐらいするんじゃない。右左もコネがなかったら多分それぐらいするよね。だから俺もアルテッタロードスターはとかもうそれぐらいしか答えられないもんね。多分質問するがもう分かってるよね多分ね。普通にグーネットで FR ターボ安い順とかで NA でもいいけど安い順で検索すればもうそのあたりしか出てこないよね。もうドリフトは安くできないっす。
そしてこれが外れるらしいけど、いや多分ね、俺ドア側も止まってる気がするんだよ、こっちも。取ります。よいしょ、取れた、やっと取れた。フェンダー、はい、こんにちは。あ、なんか挨拶された。フェンダーが取れました。ガンダムみたいです。乾いたクリアをちょっとね磨いてみようかなと思ってね、磨きます。何も勉強してません。最悪、大失敗じゃんこれ。なんかめっちゃくすむっていうね。ザラザラだ。いや分かった、これ2000番とかでやれば光るんじゃねみたいな感じでね。うわー、やらかした。ちょ、待って、焦るな俺。まだ取り返しは効く。うん、悪化した。取り返しは効かなくなった。地獄ですな。緊急手術。もうわけわかんなくなって、なんか300番とか使ってたわもう。あー、もう終わった、最悪。これは地獄です。地獄、最悪。終わった、マジクソだ、最悪だ。あー、終了。一回、もう嫌よ。どうだ、次こそどうだ。だいぶ近づいたぞ、だいぶ近づいたぞ。全部つける、よし。やっと終わります。モーバンパーを装着と。フロントバンパーは小傷あるけど前から持ってたやつ。まあいっか。俺やっぱこういうの無理だわ。